まあ、アメリカ側の環境を整えていかないといけない、うん、そういう日本の、ね、まあ、研究者のために寄付文化と税制のところですね、だいぶ変わってはきてるんでね、うん、そこもまだ理解されてないと思うんですよね、うん、そうですね、寄付税制については日本も相当整理されてると思いますので、うん、あとは文化ですね、うん、そういうことを周知して、うん、寄付が大切なんだということをこれからも訴えていきたいと思っています。横田さんがマラソンしてらっしゃるのは走りたくて走っているというよりもその研究の寄付のために走ってらっしゃるんですよね。まあ両方です。両方ですか。またぜひお越しください。ありがとうございます。